ロバート・アンソニー・ロドリギスは、メキシコ系アメリカ人の映画監督。アメリカ合衆国テキサス州サンアントニオ生まれ、主にアクション映画を得意とする。自らの出自同様ラテン系を中心とした、キャスティング、短いカットを重ねたスピード感のある銃撃戦、作中に登場するギター型マシンガンなどの、バカバカしい小道具が特徴。撮ったフィルムは、必ず自ら編集を行う。 1992年にメキシコのホームビデオ市場向けに制作費7000ドルでエルマリアッチを制作。制作費の一部は新薬の臨床実験のアルバイト料で賄った。この作品は三段ス映画祭で観客賞を受賞しコロンビアピクチャーズにより全米配給された。暗殺者と間違われたギター歌手が街の支配者に狙われて街中を逃げ回るという物語である。 1995年に続編デスペラードを1000倍の予算で制作。前作で恋人を殺されたギター歌手が重機を詰め込んだギターケースを持って復讐する。増えた予算のほとんどは火薬に消えていったという。この映画のヒットによりアントニオ・バンデラスは一躍有名となり、その後もロドリゲスの映画にたびたび出演することとなる。2003年にはシリーズ3作目。 レジェンド・オブ・メキシコを制作した。2001年から2003年にかけて、子供やファミリー向けに、スパイ・キッズ三部作を制作した。零零七シリーズのような秘密道具を持った、子供スパイが活躍する、アクション映画で、この作品で、初めて全米興行収入1億ドルを達成した。二作目はレイ・ハリー・ハウゼンを意識した特撮を駆使して、外骨戦士と子供たちの戦いや、 怪物同士の戦いを描いた。三作目は青と赤のセロハンを貼ったメガネで見る立体映画として作られている。シンシティの制作にあたり、原作者フランク・ミラーを共同監督としてクレジットしようとしたが、アメリカ監督組合が一作品に監督としてクレジットされるものは一人に限るとのルールを理由に許可しなかったので、ロドリゲスは映画化が決まっていた。 火星のプリンセスの監督内定を返上し、一時的にラガを脱退した。ロドリゲスがサンダンス映画祭観客賞を受賞する前年に映画祭で注目を集めたクエンティン・タランティーノとは、互いをブラザーと呼ぶ中で、タランティーノがデスペラードに脇役で出演し、ロドリゲスがキルビルボリューム2で音楽を担当したほか、ホールームス、フロムダス・クティールドーンを共に作るなど、 お互いの作品に参加している。デスペラードの続編を作って三部作にするように、ロドリゲスに行ったのもタランティーノである。ホラー映画、特にゾンビもの,のファンでもあり、1999年にパラサイトのプロモーションで来日した折、映画雑誌、映画秘宝1999年9月号の企画で北村隆平と対談した時も、最後は、 ゾンビ映画の話題で盛り上がった。一番好きなゾンビ映画は、ジョージ・エーロメロ監督のゾンビと語っている。テキサス州オースティンに自身の制作会社、トラブルメーカースタジオを構えており、スパイキッズ以降の監督作は全てトラブルメーカースタジオ名義となっている。1階は撮影スタジオ、2階は VFX スタジオになっており、新シシィのグリーンバックは、 本スタジオにて撮影、合成されている。学生時代に知り合い、トラブルメーカースタジオを共に設立した、エリザベス・アベラントは、2006年に離婚するまで16年に、渡って夫婦であり、間には5人の子がある。スパイ・キッズシリーズや、マチエーテシリーズなどに出演しているダニー・トレホ・ワイト子で、ある。2007年10月、自身の監督映画、プラネット・テラーイン。 グラインドハウスの主演を務めたローズ・マッゴーワンと婚約したが2009年10月に解消した。マッゴーワン主演でバーバレラのリメイクを制作する予定があったが制作中止となった。ありがとうございます。